はい、こんばんは、山城と申します。さあ、恵方巻き徹底調査シリーズ、今日の1時間前の動画かな、1時間ごとのアップで間に合うのかな。まあ、24分上げれるかいけるでしょう。ということでね、怒涛開始を日曜日にやってると思います。第2弾、トータルで言うと第16回になりますね。今回はトライアルさん見ていこうと思います。まあ、トライアルさんというとね、またもとが九州の方発祥の、ところで、だんだんこう上がってきているところでございますけどね。この辺りもだいぶ三重県の方も増えてきましたね。24時間営業でね、便利ですし、使いたいなっていう人ね、結構いるんじゃないですか。ね、お値段も安いね、安価な設定なところが多いですから、じゃあ、恵方巻きの方はどうなのかなっていうのをね、その辺りもね、しっかりと見ていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。お、ちょっともね、取るものがね、いろいろとね、溜まってるからね、もう今回のね、この企画でね、本当に、一般の、雑談動画がね、バカすこね、アップできてない。収録してあるのもありますけど、行き合いで収録もしてるんですけどね、なかなかね、間に合ってないですけどね。さあ、という中で、トライアルさんね、見ていきましょう。トライアルマガジンっていう形で、出てました。こんな感じで、恵方巻きの案内が出てます。ただね、ちょっとね、これ、なんて言ったの？スマホ用みたいな感じなのか、違う、俺がでかくしすぎとっただけなんだ。これでちょっと見やすくなるかな。恵方巻きって感じで。海鮮のね、ドンと入ってるのが、表に来てますね。結構、あれですね。詳細、撮影が、あれなんですね。トライアルさん、その激安店なね、イメージが強いですけど、ちゃんとあれですね、プロの方っていうか、こういった、販促用の写真を撮る専門の写真家さんっているんですよ。そういった、フードコーディネーターとはまた違ったっけ、なんかあるんですね。そのふ、あの、販促用の写真撮影用の、専門の人たちがおって、多分その人に頼んでるんだと思います。こんなタイとかね、見てみると、どうしてわかるかって、例えばこういう粒置くときに、粒が必ず全部上になるじゃないですか。これ、自然普通にの、このスタッフさんがここまで雇ったすごいです。で、この米の位置とか、こういうところとか、もう全部これ販促用にあれしてあるねっていうのがわかるんですよね。ここまで徹底してやるってことは、多分そういうところ頼んだんだなっていうのもちょっと分かったりして、あ、そういうところちゃんと力入れてるんだなっていうのはね。もちろん、イオンさんとかもそういうところもやってますよ。もう、あえて増えてなかったですけど、そんな例はね。あ、でもトライアルさんもやってんだなっていうのはね、なるほどなというところでございました。で、トライアルさんはこんな感じで、そのままサイトに出てますって感じで、順次見ていこうと思います。表に来てるのは、海の宝の開運恵方巻きってことで、これが写真に載ったフラグシップになるやつですね。意外なことで、これ2400円っていう、税込みですね。トライアルさんは店頭表示も全部税込みでやってるんで、もう今回も税抜き価格は一切出てないんで、もうそのまま見ていくだけで、これもありがたいところですかね。2400円。感想としては、案外、何、値段入れてきてるなって、トライアルさんですんでね、500円とかね、300円とかそれぐらいでね、バババーってね、売っていくのかなと思ったら、案外とこの、訪問基地からが入っとって2400円、で行ってますということでございます。直径7センチで、ね、長さが18センチで、ね、大きいですね。かなり大きめの設定でなってます。7センチですか、横幅結構ありますね。で、ハーフサイズは9センチになって1380円。2760だから倍にすると、かなりフルサイズの方のがお値段は安くなるよっていう設定ですね。で、隣にあるのは特上開運大名巻きってことで、これになるとエビとかそういうのが入ってくる感じかな。ちょっとね、具材がちょっとね、目がちょっと潰れ気味なんでね、申し訳ないですけど、こっちの方が、マグロにサーモン、イカエビ、カニカマ、海藻サラダ、とびっこ、卵巻き、キュウリ、大葉とかが入って999円。まあ、ちゃんとこのね、いい感じのやつでもちゃんと1000円切るように作ってくる。これは例えばトライアルさんらしいなっていうところがありますね。こっちはフルサイズオンリーっていうことです。これもでも直径何センチあるんですね。すごいな。だから2巻きですもんね。999のね。あ、なるほどな。相当これボリュームある感じですね。なるほど。で、こっちの方の表巻き、ここに品目書いてないです。実はこっちの方にね、ちゃんと書いてくれてあります。どんどんでかくあって、乗っとるのもなかなか豪華ですね。いくら数の小刻みネギはね、あれで、本マグロの中トロ、ちゃんと本マグロ使ってきてるんですね。で、タイ、生サーモンに、ヒラス、またはカンマチ、まあ、地域によって変わるみたいですね。キュウリ、卵巻き、に、大和な子、数の子、バラ子ですね。バラ子に、大葉が入ってますよ、ということなんで、
12種類がっぷりと入って贅沢な感じになってますよということでございます。これはかなり食い応えありますね。で、カズノコダブルでこう来てるのも面白いですね。ちゃんとこっちにしっかりとしたカズノコも入れて、魚卵がしかし本当にガッツリ入ってますね。ここに、イクラも入ってますしね。相当プチプチプチな感じも楽しめるし、相当これは、わがままバディな感じになってますね。すごいですね。2400円。これで2400円。まあ、ちゃんと価格取るときにちゃんとしっかりとしたの作れるんやっていうのも、これもまたトライアルさん、魅力になりますね。なるほどなってことでございます。で、本マグロ中トロナマサーモン大使だすってね、ドーンと入れてますもんね。すごいですね。で、生き締めおわんなんか、これも丸と1本入ってますからね。これもでかいのがドーンと入ってますもんね。これすごいですね。なるほどな。いや、かなり、豪華な感じになってるなってところですね。で、次が昨年の人気ナンバーワン恵方巻き。恵方巻きということで、どれが、あれなのかな。これですね、特上海鮮恵方巻き、こっちですね、998円、こっちの方が、人気ナンバーワン。トンマグロ中トロが入って、直径5センチですから、まあ、さっきの何センチよりはあれですけど、5センチって言ったら、ちゃんとフルサイズの太巻きのサイズですもんね。で、18センチ長さがあって、これが本マグロ中トロにサーモン、ニアナコ、エビ、これ本マグロ、赤身かなに、イカ、カズノコ、バラコに、卵焼き、キュウリ、大葉、刻みネギって入ってるっていう感じなんで。じゃあ、これも結局豪華よねっていうところですね。まあ、これがやっぱり人気ナンバーワンっていうところで、もうこれが一番売れ筋送信する。まあ、こんだけの具材入って1000円切るとか相当っすよね。で、隣は、はみ出し卵の、アナゴの海運巻きってことで、そう、こっちはね、海運の字がね、大体この手の、海運ってやるときって、開く、運が開くのやつを使ってるところが多いですけど、こっちは海の、海運業とかに使う海運の方で、海運巻きにしてますね。まあ、海の幸を使ってますよっていうのを、ここでアピールしてるっていうところですね。で、はみ出しアナゴ、アナゴがドンとあるっていう感じですね。で、998円で。いうことでございます。で、こっちの特上海鮮巻き、これが人気ということで、まあ、こっちに書いてある、本マグロじゃない、本大ですね、マデイラ、本マグロ、中トロにサーモン、ニアナゴ、エビ、本大にイカ、カズノコというこのが人気の高いものをちゃんと入ってますよということで、これでも998円、税込みで、ちゃんと1000円切ってくるっていうのはすごいですね、人気ナンバーワンと。なるほど。では、アナゴの買い物もあります。こちらの方も、人気商品ということで、大アナゴたっぷり2枚と。2枚も使ってるんですね。これはすごいですね。キュウリの組み合わせ。ということで、まあ、シンプルにもアナゴをダンと楽しむというのはこれですよ、ということでございますね。で、次に、肉が、メイン。惣菜方巻き。まあ、こっちが惣菜部の後から。そっか。トライアルも、惣菜部と、多分、海鮮の方はこれ、水産の、管轄になってるのが水産寿司あるな、ありますね。そうだ、トライアルも別それぞれ持ってるから、多分こっちが水産の管轄で、こっちが惣菜部の管轄は、ですからもう肉の方に特化してますよってことですね。と恵方巻きは海鮮だけではなくて肉と硬い恵方巻きということで、豚バラチャーシューと、すき焼き風、国産牛カルビ巻きということで、これ地味に今まで結構いろいろ和牛だどうのこうのって聞きましたけど、国産牛の表記が入ってるところって案外なかったですよね。で、意外と1400円とか、まあまあ、600円とかそれぐらいであれしてるところもありましたけど、あ、そっか、でも、で、税抜き690円だったら、そっか、結局同じぐらいなんかね、こっちは国産っていうのを押してきてるってことは、まあ、これは国産牛は間違いない。和牛じゃなくて、高雑牛を使ってきてるのかもしれませんけどね。おそらく、そっちの国産の方を重視したってことあるでしょうね。で、豚バラチャーシュー巻き。豚バラチャーシューにグリーンリーフ。で、こっちの方も、牛カルビ、国産牛カルビに卵焼き、卵も入ってるね。多分、こっちは食感と、味付けの兼ね合いもあると思うんですけど、これで、ね、卵焼きがドーンと入ってグリーンリーフで、799円、豚バラの方は699円。なんか安いね。うん。そうそう。ですね。惣菜方巻きで人気やったところから入ってます。グリーンリーフとゴロゴロチャーシューということですね。で、2023年、この国産牛カルビは今年が初登場らしいですね。国産牛カルビと卵焼きグリーンリーフ使用しています。うまみたっぷりの国産牛カルビと卵焼きで、すき焼き風に仕上げてますよということで、一口でこっち国産を味わっていただける商品ですということで、かなり、お肉好きにはなかなかいい感じになってる商品ですね。
なるほど。意外とその国産牛カルビ、意外と肉系が増えてるねっていう中で、和牛って言ってわーってやってるところありますけど、意外と国産牛っていうふうに、してくるところがなかったんで、ここの表記の違いもちょっと面白いところですね。表記の違いで、その和牛って言ってるところは国産和牛かどうかはわからない。もしかしたらそのね、そっちの方でも言ってましたけど、国産じゃない和牛の流通量が増えてきとって、結構そういった、いわゆる増えてきてるっていう話ができてきてるよっていうのは数年前にも聞いてたことから、そっちの方の販路とかそういったところが使えるようになってきて、安定してね、で、まあ、本来、あれがあるんで、安定とはちょっと違うか、価格、通貨のね、為替変動があるんで、ちょっとそのあたりの影響とかはありますけど、まあ、海外の方のがね、安定して数作れますんでねっていうところで、そのあたりとかやってきてる中で、こっちの方がその和牛かどうかわからない、和牛と交雑牛っていう牛のね品種の違いがあるんであれなんですけど、もしかしたら交雑牛かもしれませんけど、こっちの方は海外産ではないですね、国産って言ってるんでっていうところとかが、結構戦略の違いとして出てくるのかなというところです。なるほどなということでございますね。もしかしたらそのトライアルはその海外産の和牛っていうような反応開発はあんましてなかったけど、まあ意外と国産、肉、精肉コーナー見てても意外とトライアルって国産比率はある、高いのは高いですからね。うん。まあ海外産のところでドーンとね、引き付けてるのはあるんですけど、ちゃんと安い値段で、大きい顔ですよね。とかドーンと置いてるけど、じっとするとこもね、っていうところがあったりします。で、あとはハーフサイズのセットもありますよと。それぞれ各種の値段ですね。マガロの私服巻きっていうのがあって、998円。サーモン親子のクリームチーズロール998円、ほぐしガニとエビサラダも998円、もう全部998円ばかりですね。で、アナゴがドーンとなった贅沢バフ巻き、これが意外と安い、699円ですね。これ、ちなみにハーフサイズのセットってなっとるけど、ここにはハーフ、これ全部フルサイズですね。サイズは一応18センチ、全部18センチになってるもんな。うん、はい。18センチ998円やね。で、こちら違うの、ご主具材の海鮮巻き。これも、定番ね、マグロサーモンイカ、生玉巻き入っとって、ドーンと入っとって、そのあたりが、定番のが入っとって699円。これもフルサイズということですね。で、ハーフサイズはこっちですね。下の方にもありますよ、ということで。節分炙り3種恵方巻き。ハーフ3本入って、ハーフってなっとるけど、これ長さ6センチですね。6センチのが3本で998円と。6、3、18。まあでも考えてたら、まるっと1本分の長さ分、いろんな味があって、998円だったらいいのがいいですね。で、いうのと。だって、1個あたり330円って考えたら、普通の惣菜。惣菜と考えても安い方ですもんね。さすがだな、これあたりは。炙り。で、こっちが、節分三種の恵方巻きって言って、鳳凰って名前になってますね。これが、およそ直径、5センチかける、長さ9センチの、3本、ね、ってことで、これは 9×9、27センチ分あるってことだから相当ですね。1599円と。で、隣にあるのも一緒ですね。何が違うのかというと、海鮮特上、特上海鮮法巻きと、マグロの私服巻きが一緒、共通で、こっちの、鳳凰の方は、ほぐしガニとエビサラダ巻きで、大鳥、もう一つのは大鳥って名前らしいんですけど、これがサーモンやこのクリームチーズロールってことで、カニ、エビカニ系でいくか、サーモンでいくかっていう、ところの趣向の違いになるということですね。ちなみにあれですね、パッと、感じ見て、ちょっと、ややこしいと言ったらあれかもしれませんけど、あれ、これ、鳳凰の字の、これ、鳳っていう字じゃないですか。鳳凰っていう字を書いた時の、鳳の本になる字で、鳳凰って呼んでるんですけど、実はこの、大鳥ってなってる、この大鳥の字って、音読みすると鳳なんですよね。同じ鳳と鳳なんですよね。そうそうそう。ですのでね、一瞬パッと見た時、確かね、同位異体字って言うんでしたっけ？意味は同じなんですけど、
形が違うけど、もともとは一緒のことを指す言葉で、漢字ですよっていうのがあるんですね。例えば、うちなんか山行って名前でね、行っていう字が、なんていうの、鍋蓋書いて、口書いて、わー書いて、ちょんちょんって書く、やつですね。ロンドンブーツの、行さんとか、まあね、YouTube だと、東海オンエアの行さんが有名ですよね。漢字で書いた時の行の字が、この行っていう字なんですよ。この行っていう字は、音読み、こっちはね、訓読みした方のが分かりやすいんですけど、訓読みすると、アキラってなる読み方の人、たまにいるじゃないですか。りょうっていう字だけ書いて、読み方アキラですっていう人、たまにいるんですよ。最近はりょう、ほぼりょうになってますけどね。行政力が高いところであるんですけど、たまにアキラって読む人もおって、まあ読めるんですよね。あれ、アキラっていう読み方もできるでしょ。なんでアキラなのかっていうと、同じアキラっていう字で、明治の明、明っていう字あるじゃないですか。明治チョコレートの明の字ね。あれで、秋田って言うじゃないですか。これ、同音、痛いなんですけど、実は同意なんですよね。もともと明るいっていう字の変形したのが、この量の字らしいんで、まあ、元のたるのと一緒の意味らしいです。なんか、日に、なんだっけ、月の部分を下のところなんだけど、光っていう字からなんか来てるんだったっけなとかっていうのがあったりするらしいですよ。っていうような感じの方法とお取りでございます。そんなところで広げてる場合じゃねえんだって。まだこれあとどんだけ取らないといけないと思ってんだ。やべ、これ、今金曜日で土曜日も仕事に行くのに、日曜日にどれぐらい当たってるのかね。うん。お察しで、察してくれ。どれぐらいいけるんだろうな、わかんねえ。うん、資料の準備もしないといけないし、まだね、資料を拾いに行かないといけない。店舗も残ってるのに、いつ行くんだよ、これ、本当に。しまった、土曜日にね、まるから思ったら、そうだ、あかん、ということでね、うん。ということでございますんで、まあ、なんとか資料の準備も間に合わせて、なんか後半、ちょっと、オンタイムではちょっと雑になっちゃうかもしれませんけど、資料の準備とかがね、もう口頭だけになっちゃうところもあるかもしれません。ちょっとデータリングとかまで、入力まで間に合うのかわからんのでね。で、いう感じですけど、まあ、とりあえずこの2つがあります。1599円のセット。で、他にも、五種海鮮とアナゴセット690。これもハーフかな。ハーフの、9センチの2本と、こっちも、五種海鮮、アナゴ豚バラセット。これは1049円。こっちの先のセットに豚バラチャーシューがプラスついて、ハーフでついてきて、350円プラスっていう感じかな。なるほどな。面白いですね。この辺りのラインナップの作り方も面白いですね。結構単純に増えるパターンですもんね。結構わかりやすいですね。これも3本巻き、中巻き3本セットが599円。中巻きは、ただ、これちょっと気をつけないといけないのが、いい意味でね、中巻きってなってますけど、しれっと5センチありますね。しれっと5センチあるんで、それは太巻きと呼ぶ定義の太さになってきてるけど、中巻きにしちゃうんですね。なるほどな。いや、太い、5センチだったら、普通に太いじゃないのっていうところなんですけど、そこはね、中巻きと思って、侮る流れですね。鉄火巻き、ネギトロサーモン巻きに、ホッキ貝のサラダ巻き、まあ、いわゆるシーサラダってやるんですね。の、これうまいですよね、シーサラダ。なんやかに言ってね、大人になって隠れるようになった。あれ多分、お子様向けのね、感じのあれなんですけどね。マヨネーズがね、もともと苦手だったんで、あれなんですけど、これをね、なんか、大人になってから食べれるようになりましたね。なるほどな。599円というところでございます。キハダマグロで1トンらしいですね。なるほど。で、3本で590円。まあ、すごいね。やっぱこんなに安い。で、同じ5食セットになると、さっきの言っとったのに、何がついてるの？エビアナゴ巻きにサーモンマヨというね、まあ、定番な感じのところがね、プラスポンと入って、5本で998円ですか。1本あたり、待って、5本で998円。ってことは、さっきのやつが1本あたり約200円でしょ。こっちの方は、言うことも200円か。ほぼ200円か。うん、なるほどな。っていう風になってますよ、という形でございます。で、他にも丸かぶりをと、ということなんですけど、ちょっと気をつけたら、24時間営業のお店なんですけど、受け取りは、10時から18時ってことになってるそうです。18時が、ね、意外と、
キンキンですからね、そう、あの、お仕事だとしてる方だと、意外とこの18時ってちょっと大変かもしれないけど、多分単純にこれ、消費期限の兼ね合いとかなのかな。お寿司で、あの、足が短いですからね、っていうようなところとかもあって、設定がそういう風になってるのかもしれませんね。なるほどな、というところでございます。そのあたりも、あの、仕事をしてるね、一人暮らしとか、まあね、夫婦で仕事をし、ね、金曜日だから仕事ですからね、そういう場合にはね、なかなかそのあたりが大変ですよね。ああ、というところありますけど、まあ、こういう感じになってますね。そのあたりはちょっとお気をつけくださいということです。ちなみに、ネット注文、ネットの予約がここのサイトにあるんです。これね、あの、福岡県内のみ対応らしいんで、ちょっと三重県の方は対応してないらしいです。で、商品の対象店舗ってザーッと出てます。四日市の場合はこれかな、すべて、対応してるのが。あれ南って。あれ小田の店は、全部は対応してないのか。どこに書いてある海鮮本巻のみ対応がわーっとあって、惣菜恵方巻きのみ対応が三重野菜。あ、そこかそうな、惣菜のみ。水産別か。あ、そっか、水産が別のとこが入ってたっけ。なるほどな。で、あとは、まあ、そんな感じかというところでございますね。よし。あ、錦の浜？錦の浜にトライアルあるんや。行ってきたとこっすよね、錦の浜。へぇー、なるほどな。今、ぷっと思い出しました。は、惣菜のみ。あ、惣菜ほうまきのみ。水産入ってないね。なるほどね。なるほど。逆専業ほうまきのみ対象ってところもあるらしいです。これは多分、惣菜が別のテナントが入ってるところなんですよね。北海道とかに置いておくと多分、北海道の方は多分、手稲とか、ね。手稲二つもあるの？すげえな。へぇー。これは、なんていうの、月サブ？月サブ？ワッサブってありますよね。ワーに寒いでワッサブってあるから、これ月サブだったりするのかな。わかんねえや。違う。そんなところを膨らましてたらダメなの。さすがにね、まずいと分かってます。あ、マスラー、もうすぐマスラー行ったところの映像が、YouTube 公開になるんじゃないかな。お楽しみください。この日ぐらい、ひたすりゃ。まあいいや、という感じのね、ラインナップになって。まあ、このあたりはちょっとね、お使いのね、お近所の店舗のところをちょっとチェックしてもらったらいいんじゃないかなっていうところでございます。ラインナップの方で、あと見ていきましょう。山中バロ吉田まで来て、トライアルさんね。こんな感じですので、アイテム数は意外と数いきますね。セットもいろいろと用意してあるっていうのも、強いですけど、このあたり意外とちゃんと18センチの長さで、ザーッと揃えてあるっていうのも特徴です。あ、ちなみにこれちょっといくつか、そう、間違えてるとこあったね。これが6センチ ×3 で、あとはどこがあれだったっけ、こういうとこか、本マグロって間違えてるっていうのは、あ、これだ。これが本題でしたね。よいしょ。このバリエーションに取ると、マグロ、赤身、両方入れるのかなと思ったら、そういうわけじゃなくて、タイでしたね。バリエーションに違うんでいいと思いますよ、ということで。まあ、値段もね、パーって見てみると、ちゃんと高価なやつもドンとありますけど、もうね、一押しにしてるのは、まあ、わかりますね。書いてくれてあったら、ね、この海鮮本巻き、このあたりが、あれになってくるよということでございますね。ブロードラインになってくるということで、998円のここが、一つ、中心に持ってくるっていうと、そうか、そうですね。ハイエンドのあって、エンドロー感じね。なるほどな。はいはいはい。あ、あと俺、ね、どっかで、あれですね、上か、高いのから2番目のやつが売れ筋として作るみたいな話をしたと思いますけど、私あの絵ね、なんかどっかでそういう風に言った気がするんだけど、ね、あれ逆っすね。安いところから2番目っす。安いところから2番目に設定するのが一番売れてほしい商品。アイテムの数をね、数を売りたいやつは、一番安いやつから2番目です。ちゃんと俺安いやつから2番目って言っととか、なんか高いやつから2番目って言ってしまっとったような気がするけど、そうやな、ね。一番安いやつって、なんか、一番安いのは、なんか、これ日本だけらしいですけど、一番安いやつ、
よりも、それの一つ上の設定のやつが一番売れるよっていうので、これも見てみると998円があって、もう安いところが600、あ、でもまあ3番目か。まあミドルウェイか。699、799があって998やから、ミドルレンジのところやけど、まあこれが売れるような感じになってるって感じなのかな、っていうことでございますね。まあまあまあ、こっちの方は総菜のあれですしね、っていうのもあったりすると思いますけどね。っていう感じになってました。まあですね、合わせ無数が多いので、これちょっとざっと見てみると、ちょっと、特徴的なのは、よっしょ。トライアル2400ってことで、ハイエンドも、それなりにちゃんと、しっかりと、持ってきてるなっていうところなんですけど、ローエンドは599円。別にボトム、うちはトライアルが最安値にドンと行くのかなと思ったけど、実は案外そうでもないっていうところは意外でしたね。まあその代わり税込みでね、この価格やっぱ安く抑えてきてるのは、きてるなっていうところで。案外結構、恵方巻きに関して言うと結構拮抗したのかなっていうところはありますね。ハイエンドをしっかりと揃えていくよって感じのところ、やっぱ4000円台とか、入れてきてるところは、低いのが多いのかなっていうところですけど、まあでも、バンドさんは結構メリハイもついてますしね。っていうところで見ると、まあアイテム数がずらっとあった割には結構価格帯はミドルレンジのところでいろんなバリエーションを揃えてるんだなっていうのも特徴でしたね。アイテム数19で、セット販売7、に、ハーフミニも8と、やはりこのあたり充実させて揃えてあるのは、ファミリー層とか、単身層とかでハーフ、ね、若い人とかでも、狙ってるのも、しっかりと見ますし、まあ価格帯トータルでちゃんと安くなるような感じで作ってますよっていうのが、魅力として作ってあるのかなっていうのが見えてきたりするんじゃないかなと思いました。ということでね、まあ、トライアルさん、こんな感じで、明日は、明日じゃない、2時間後には上がってるのかな、次は、あと、栄光部さんからやった方がいいかな、やっていこうと思います。よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。